どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。はい、今回は S ランクの抑え投手が追加されたということで、こちらのグレードアップスカウトを一気にグレード7まで34連引いていきましょう。はい、まずは今回追加されている S ランクの抑え投手を確認してみましょう。はい、マーティン、サファテ、マスダからのマスダ、松井裕樹、平野、中崎、カミネロ、パットン、ドリス、秋吉、そして最後中日が田島という形になっていますね。で、僕自身誰を狙おうかなと今回結構迷ったんですが、最後のグレード7 S ランク新選手1人確定S ランクが出たら自チーム確率 30% の枠に関してはヤクルトにして、こちらの秋吉投手をね狙っていきたいなと思います。僕は今リーグオーダーで2016シリーズ1の極みのこの秋吉選手を使っているので、まあ獲得できれば、継承してねまたこの秋吉選手を使っていけるっていうところもあるんですが、プラスですね、能力が結構上がってるんですよね。9位が A なかったので、そこが A になってるっていうのがまあ一番大きいですね。2016シリーズ1だとちなみにこんな感じですと。請求は、ああ、なるほど。称号がついてるからあれか。請求もじゃあ1個上がってんのか。ほう、じゃあ普通に強くなってますね。はい。なるほど。変化球はあんまり変わりないのか。ちょっと見てみよう。というところで、秋吉投手いいなとすごい思うんですよね。あ、変化球も増えてる。もう絶対これ秋吉投手を狙いましょう。はい。ああ、ただあれか、第2の方はなくなってるけど、まあでもシンカーが追加されてる感じですかね。ちょっとスライダーとチェンジアップだけで、自操作というか操作するときに使ってて、もう1球種ぐらいあるといいなと思っていたので、まあそこもありがたいですね。で、ちなみにあと迷ったところで言うと、2016シリーズ2のこちらのオリックス平野投手を今、抑え投手で使っていたりもするので、こっち狙おうかなと思ったんですけど、まあシリーズ1からね、2017シリーズ 1? まあ2016から2017シリーズ1で移行する方が、まあスプリッツの上昇幅が大きいっていうところで、まあ秋吉選手にしようかなと思います。はい。まあ普通にあとね、このサファテ選手のね、9位はすごい魅力的ですし、まあマーティンも強いしとか、まあやっぱり抑え投手なんでね、非常にいいピッチャーが多いなと、まあそういった印象を非常に受けております。はい。引いていこう。とりあえず9位が A ある人が欲しいなとは思いますね。まあ、いろいろコンボとかの兼ね合いもあるので。で、それまでは、A ランク以上の自チーム選手1人確定とか2人確定っていうのがあるんで、まあ、横浜にして、筒香選手の A ランクを引き続き狙っていこうかなと思います。はい、では引いていきましょう。よし、ゴー。前回はちなみにこれで宮西投手を引き当てたんですよね。グレードアップスカウト。なので S ランク中継ぎがあの時は追加された時かな。はい、セットアッパー枠。さあこれセンターの時もこれで来てほしいな。そしたらギータ出るまでやる価値あるな。 30% だから意外と、まあ、確率高いとまでは言いませんが、まあ、全然狙える確率ではありますよね。はい、さあ行こう。いやこれでも出るまでとか言ってドツボにはまったらもうとんでもない額を投資しないといけないような、辛いなそれは。あ、内川のこのシルエットすごい懐かしいんだけど、この構え方超初期のシルエットじゃんこれ。今年もこれなのか。まあ行こう。グレード3、一番最初にね当てた S ランクが確か内川だったっけ、藤浪だっけ、どっちかだったんですよね。懐かしい。行きましょう。さあ、そして最近ねすごい横浜の S ランク選手がいっぱい出ているので、ぜひここでも狙っていきたいですね。まあ、この間のバリュースカウト、そして昨日ですね、生放送で引き当てたあの S ランク 10%30% 契約書での倉本選手、うん、あ、ネタバレしちゃったんですけど、昨日生放送ねやってたんで、よければね右上か、はい、カードのところから前回の動画及び次回の動画をたどれるようにいつも設定しておりますので、まあ、そちらからね前回の動画とか見ていただければ幸いです。また概要欄にプロスペースの再生リストも貼っておりますので、ぜひそちらの方もご活用ください。では行きましょう。そしてプロスペースの動画いつも全部見てるっていう人ね、ありがとうございます。
そしていつも高評価をしてくれてるっていう人もね、よりありがとうございます。はい、畠山、山中、倉本、お、倉本、伊野、うん、いいでしょう。グレード5、さあ S ランク確定以外はあんまり僕はグレードアップスカウトでは引いたことがないんで、そろそろ引けそうな気がする。あると思います。ほら、あると思います。これはただ A ランク以上確定演出だな、今のは。でも以上ですからね、以上。さあそして筒香選手の A ランクをあんまり引けない。あれ、筒香選手は何で引いたんでしたっけ。あ、そうか、筒香選手もこのグレードアップスカウトで確か狙い撃ちしたんですよね。しかもその時に山田哲人選手もおまけに引くっていう。ただあれね、新シリーズになって能力が落ちてるのとミートパワーの同値じゃなくなったんで、継承今んところやるつもりがないんですよね僕。まあ、スピーツ100は違うんですけど、その能力の差と今ミート型で組んでるっていうのを考えると、ちょっとね、あれがあれであれはある。お、山安。あ、そうだ、この間すごい面白かった。まあ、ほとんどの人は知ってると思うんですけどね、山安っていう愛称があるじゃないですか。で、まあけど知らない人ももちろんいるわけで、山安って呼んでたら、その読み方山崎ですよっていうコメントもらって、おうってなりました。やっていきましょう。よいしょ。ではグレード7、最後いきます。危ない。そんな雑談をしていたら、ヤクルトに変え忘れていたよ。ヤクルト。さあ、なんとなくマイページ背景も変えれば、当たるんじゃないかということで変えてやろう。これ変えたことなかったぞ今まで一回も。お、これかっこいい、練習場。よしよし、これで当たる、間違いない。行きましょう、秋吉、お願いします。さあ頼むよ。まあでもグレードアップはマジでいいっすよね。ドラフトスカウトは闇だけど。はい、新選手1人確定ですからね。しかも抑え誰でも確定っていうのは嬉しいな。カミネロはいらんぞ、巨人ファンだけど。おっしゃー30% 来たー。イエス、高須クリニックやりましたね。これはもう単純に強化できますね。はい、オッケー、よし。これこの勢いで平野投手も狙いたいと思ったんですけど、そうそう 30% なんで、まあそうそうは引けないですかね。まあこれで、なのでさっき言っていた、能力も上がっていてスプリッツも上がっている形で継承ができるということで、はい、急いで育てていきたいなと思います。うん、よし、オッケー。まあここ変えようかな、ここに持っていきましょう。これは大きいですね。はい、よし、育てていきましょうという感じですね。はい、でですね、いやー、リーグがね、かなり面白い感じになってきましたね。一応僕もリーグ8に昇格できたんですけど、リーグ7の昇格枠は本当少なくて、200ぐらいだったかな、200位ぐらいだったと思います。多分昇格200何十位ぐらいじゃなかったかな。でリーグ8が始まって、ちょっとね、最初の1節目負けが続いてるんですよね。1勝4敗。はい、ということでこっからまた巻き返しを狙っていきたいですね。そういう意味、そういう意味でも、もっとね、成長していかないと、そろそろリーグ争いが辛くなってくると思うんで、ほんと急いでね、ちょっと育成は進めていきたいなと、まあ言ったところですね。この坂本選手のレベルがあと1上がるんで、もうこの動画撮り終わったらもう V ロード回りまくろう。とりあえずこれレベル上げて、あー、ただ大幅に変えないといけないから、そうなってくるとまたあれなんですよね、特訓大成功の期間を待ちたいっていうのはあるんですよね。はい、まあでもこの秋吉選手、そしてね、昨日引いた倉本選手っていうところは、単純に今のリーグオーダーのスピリッツのね、上昇になりますので、そこしっかり育てて、また次以降のリーグでの戦いに備えていきたいですね。よし、最近いい感じ。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、プロスピエースの動画、いつも楽しみですという方は、ぜひとも高評価をよろしくお願いいたします。
最近プロスペースの動画も高評価が増えてきて、まあ動画もねどんどん増やしていこうと思っておりますので、引き続きプロスペースの動画もっと出してほしいっていう方は高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。